神津の海岸でユキから五反田くんのことを聞いて以来、主人公は五反田くんを避けていました。五反田くんはそんな主人公の家を突然訪れ、食事に誘います。主人公の渋谷のアパートから五反田くんの車でしばらく走り、シェーキーズに入ります。週末だったのでシェーキーズは混んでいてうるさかった。バンドスタンドがあって、そこで揃いのストライプのシャツを着たディキシーランドジャズのバンドがタイガーラグを演奏し、ビールを飲みすぎたらしい学生の団体がそれに負けじと声を張り上げていた。僕らはピッツァを注文し、生ビールを買って一番奥の派手なティファニーランプの下がったテーブルに座った。このシーンを読んでいて不思議に思ったのが、ジャズバンドの生演奏でした。シェーキーズでジャズバンドの生演奏を見たことがなかったからです。これについていろいろと調べてみると、かつてシェーキーズはディキシーランドジャズの生演奏を売りにしていたことが分かりました。今では規模の縮小のために行われていないようです。このことについて直接シェーキーズの広報部の方にメールで問い合わせたら返事が来ました。バンドの生演奏、懐かしいですね。私がシェーキーズに勤めた当初は各店でバンドの生演奏があった記憶がございます。残念ながら現在バンド演奏を実施している店舗はございません。シェーキーズも以前に比べ店舗数もかなり減っており、都内で記憶をたどるのであれば高田の馬場店がよろしいかと存じます。つまり東京のシェーキーズでかつてバンドの生演奏を行っていた店舗で、その後大規模な改装が行われていないのは高田の馬場店だそうです。高田の馬場でしたら、村上春樹さんの出身大学である早稲田大学の学生の団体が至る所で集まっています。私はシェーキーズ高田の馬場店に行き、作品の記述通りに一番奥のテーブルを撮影しました。私がここを訪れたのは2001年でしたが、シェーキーズ高田の馬場店は残念ながら2015年に閉店してしまいました。かつては至る所にあったシェーキーズですが、2021年には全国で19店舗にまで減少してしまったそうです。関西地方に至っては完全撤退みたいですね。久しぶりに訪れたくなりました。